手軽に面白いゲームがしたい。お金がなくても神ゲーがやりたい。どうもベホケです。神ゲーと呼ばれるゼルダの伝説やスマブラ等の作品は野口さんが6枚から8枚ほどは必要になってきますが、今回はなんと野口さんがたった1枚あれば遊ぶことができるスイッチの神ゲーソフトを5本紹介していきます。皆さんが知っているスイッチの神ゲーは残念ながら氷山の一角なんですね。実際に任天堂 eShop を覗いてみるととんでもない量のゲームがリリースされています。1000円以下だけでも全部で700作品以上。ぜひ最後まで見てやってください。それでは始めていきましょう。スライムの野望。最弱のイメージがついたスライムが人間に反逆する斬新なアイデアを生み出した神ゲー。今作品は2017年12月28日にたった500円で配信開始されたシミュレーション RPG ゲーム。スイッチ以外にも 3DS や Steam でもプレイすることができます。開発元はアルタイルワークスという会社で、スライムの野望の他にもスライムタクティクスというこちらもスライムを題材としたゲームを作っています。今作ではあのモンスター世界代表といっても過言ではないスライムを使用しゲームを進めていきます。スライムといえばゼリー状の物体のモンスターですので、攻撃してもまともにダメージを与えることができません。そこで今作ではこのスライムにあるシステムが採用されました。それが乗っ取りシステム。その名の通り人間の体内に入って全神経を奪うというなんともアメーバのような能力なんですね。この乗っ取りシステムを駆使し人間どもを駆逐する内容になっています。戦闘システムはターン制ストラテジーを採用しており、有名どころで言えばスーパーロボット対戦、マイナーどころで言えばナルトコノハ戦記のような感じのゲーム性になっています。今作の神ゲーポイントは何といってもスライムの種類の豊富さだと思います。スライムには種類によってそれぞれ乗っ取りシステムの他に特殊能力が携わっており、一気に敵の位置までワープできるスライムや乗っ取った人間の攻撃力や防御力などステータスを上げるスライムまで約20種類以上のスライムが用意されています。それじゃあスライムの圧勝じゃないかと思うかもしれませんが、人間側にも様々な職業の人間が用意されており、ドラゴンを扱うドラゴンナイトやスライムの乗っ取りを無効化してくる装甲兵だったり、挙句の果てにはスライムと同じように人間を乗ったり攻撃してくる魔族の存在もおり、終盤に進むにつれ難易度はかなり高めに設定されており、非常に頭を使うゲーム。クリアできた時はかなり達成感が得られるゲームになっています。ゴブリンソード。簡単そうに見えて実は死にゲー。今作品は2020年4月30日に700円で配信開始された 2D アクションゲーム。開発元はレイニーフロックという会社で、パズルゲームやアクションゲームを主に手掛けている会社です。今作では悪の魔導士に率いられたモンスターを次々と倒し、各ステージに待ち構えるボスをも倒し、ラスボスである悪の魔導士を倒すというのが物語の大筋になっています。ゲーム性においては各エリア5分ほどでクリアできるステージが数多く揃えられており、その中で敵を倒したり宝箱を入手したりと非常に分かりやすいゲーム性になっています。操作性においても移動、ジャンプ、攻撃の3つしかないので非常に簡単です。ステージにあるお金や宝石を集めて新しい武器やアーマーを手に入れ、主人公を強化できるのも今作の醍醐味です。今作の神ゲーポイントは何といっても簡単そうで案外難易度の高いアクション性です。各ステージには膨大な数のギミックが用意されており、絶妙にダメージを食らうか食らわないかといった場面も少なくはありません。またステージの敵やボスも攻撃しまくりのゴリ押しで勝つということが基本的にできず、ゴリ押しすると必ずダメージを食らいます。なので敵の行動パターンを読んでいくのが非常に重要になってくるんですね。この辺は有名な死にゲーダークソウルやニオーのようなゲーム性が 2D で実装されているんですね。しかしゲームで言うとロックマンエグゼみたいな感じでしょうか。しかもステージ途中で死んでしまうとゴール手前で進んでいようと絶対ステージの始めに戻されます。この点は面倒くさくないかと感じる方もいると思います。ただ主人公が倒されてもロード時間がほぼないので、負けてもはいまた次とテンポがいいのであまりそこにストレスは感じませんでした。そしてお金を集めたり宝箱でゲットできる武器なども同じ見た目ではなく、それぞれ異なった見た目をしているので、武器集めやアーマー集めのやり込み要素も十分700円にしては破格の神ゲーでした。アニマスハービンジャー。1000円以下でアドレナリンがビンビン出せる神ゲー。今作品は2019年12月12日に960円で配信開始になったダークファンタジーアクション RPG ゲーム。開発元はトローゼという会社で、アニマスハービンジャーはアニマスの続編のゲームになっています。ただし物語の関連性はないので安心してください。ちなみにアニマスと検索してみると世界観が真逆のアイドルマスターが上位に出てきます。アニマスという名前の意味は憎悪や敵対心といった意味があるそうなので、早速アイドルマスターに憎悪です。今作はあの有名作品ダークソウルをオマージュしたようなゲーム。暗い雰囲気で各エリアに配置された敵やボスを倒していく内容になっています。各ステージごとの最後にボスが配置されており、大鎧を着た巨人やゴーレムなどザ・ボスといったメンツが揃えられています。操作性もダークソウルと似たような感じで、ボタン配置は違うものの弱攻撃、パリや致命攻撃などもあるので、死にゲーをプレイしたことがない方などお試しでプレイしてみるのも良しとなっています。
本作の神ゲーポイントは何といっても値段以上のグラフィックやボス戦の緊迫感ですね。アニマスってスマホゲームから移植されたものだったんですが、グラフィックがとにかく綺麗です。 PS4 のゲームと言われても全然違和感ないです。ただマップのグラフィックに関してはそこまでなので、あくまでボスやプレイヤーのキャラのグラフィックになります。そしてアクション性、各エリアに待ち構えるボス戦はマジで楽しかったです。ダークソウルにドハマりした僕にはハマらずにはいられませんでしたね。やはりスマホゲーの移植なので、攻撃判定みたいな部分では当たったのかわからない部分も見受けられましたが、ボス戦での行動パターンを読んでお互い体力のない状態で苦労の末倒した時の心臓のバクバク度合いはやはり死にゲーの醍醐味です。ネバーブレイクアップ、一心同体で突き進んでいく強力不可欠の神ゲー。今作は2020年7月16日に980円で配信開始になった家族や友達とワイワイ盛り上がれるパーティーゲー。開発元は ISVR という会社で、最初に Steam で配信開始になったゲームです。今作は 3D 世界で2人同時プレイが可能で、あらゆる障害物やパズルを解いて各ステージをクリアしていきます。プレイヤーは2体の紐で繋がれたキャラクターを操作するので、片方が勝手な動きをしてしまうと全く先に進むことができないので、助け合うことやコミュニケーションが重要になってきます。ステージは水の上に存在しており、毒を食らってしまったり水の中に2人とも落下してしまうとまたやり直しになってしまいます。操作性は非常にシンプルですが、1人で2人のキャラを操作しようとするとかなり頭がこんがらがるので、このゲームを最大体験楽しむには友達とやるのが一番です。今作の神ゲーポイントは何といってもギミックの豊富さです。二人三脚でステージを進めていくと、ボタンを押し続けないと開かない扉だったり、あえてお互い繋がってる紐を利用したりするギミックなども用意されているので、マンネリ感が起きにくくずっと遊んでいられます。また操作するキャラクターもガシャによって新しくゲットすることができ、そのキャラごとによって特殊能力なんかも用意されていて、浮いたコインを集めることができたり、味方のキャラを飲み込んで一人で進んでいったりと、値段以上のクオリティが楽しめる今作。ミニゲームも用意されているので、ぜひ友達と遊んでください。クッコロデイズ、恋愛ゲームをするならまずこれをプレイすべし。今作品は2020年8月6日に800円で配信開始された恋愛アドベンチャーゲーム。開発元はキュレーターという会社で、クッコロデイズの他にも多数恋愛ゲームを手掛けている会社です。ちなみにクッコロというのはクッ殺せの略で、意味としては恥ずかしめを受けるくらいならいっそのこと殺してくれっていう意味です。違ったらごめんなさい。今作は恋愛ゲームで、物語の大筋としては、ある日突然主人公の部屋に魔法陣が出現し、そこから鎧を着た美少女が現れます。異世界転生ですね。普通は現代からファンタジーな世界に行くのが王道の異世界転生ものですが、今作ではその逆のファンタジーな世界から現代へ転生してきた設定になっています。その美少女はカトレアという名前で、転生前の世界で騎士団長を務める見た目にはそぐわない実力の持ち主でした。そのカトレアが転生してきた世界で巨大な敵との戦闘中に敵から転生魔法を受け、現代へやってきました。そこからなんとか元いた世界へ転生していこうというのが今作の物語になっています。ちなみにエンディングには3つのパターンが用意されています。今作の神ゲーポイントは何といっても王道な恋愛ゲームというところ。僕自身こういったゲームをプレイしたことがなく、どういったゲームなのかなという感じで下心もありながらプレイしたのですが、まあまさにベタな展開が盛り合わせといったイメージでした。ただこれは悪い意味ではなく、こういったゲームを普段やらない方には非常に設定に入り込みやすい印象でした。僕自身累戦が弱いのかもしれませんが、物語の中で終盤はうるっとくる場面もあったので、他の作品もプレイしてみようかなと思わせてくれた王道恋愛神ゲー作品。アダルト要素もあるので、その辺はモザイクをかけていますが、気になる方はぜひプレイしてみてください。クリアまでの時間も2時間ほどあれば1周目はクリアできるのでおすすめです。いかがだったでしょうか。1000円以下でありながらもクオリティの高いゲームから内容の濃いゲームまで、少し探しただけでも簡単に見つかります。少しでも皆さんの参考になれば幸いです。このチャンネルでは神&クソゲームを紹介しているので、ぜひこれを機に登録をお願いします。それでは次回のゲーム紹介でお会いしましょう。